久しぶりのオーケストラでございます。指揮は田中康平先生です。本当にファイナルでございます。10年間ありがとうございました。ね、本当に大変ですよ。本日は DVD 収録のカメラが入っております。今回は NHK 放送も、来年されるということでハイビジョンカメラが入っております。どうもありがとうございました。本当にね、大変なことですよ。全国ですよ。とりあえず BS からということですが、本当にありがたいことです。皆様のおかげです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。そういうことで、小林清隆がいるって、おい手挙げてみに、小林清隆、はい、あそこにいる。お前何やってんだよ、お前よ、手伝い足んねえだろうよ。本当にんなとこで見てねえで、今日は見るって言ってます。元の舞台監督でございます。小林清隆でございました。そういうことで、俺は10年こうやって掃除やってなきゃいけないんだ。本当にどういうことだよ。いい、分かった、どうも。10年な、10年。俺の今ちょっと最新情報を袖で仕入れてきたんだけど、これバンドの方々、はい、これ名前がなんかついたらしいんだよ。何、田中康平とトイレットペーパーズってなんかなんでか知らないんだけど。あ、そう。ああ、じゃあ皆さん、トイレットペーパーズに温かい拍手を。ということで、劇展振付講座。はい、振付講座。またですね、今回も最後に劇展ございます。はい、まずはこの振りをですね、皆さんちょっと覚えていただいて、最後に決して強制ではございませんけれども、やっていただけると舞台と一体化できるんじゃないかなと思いまして、お教えしたいと思います。それではまずは、サビの部分ですね。走り高速の帝国歌劇団、皆さん右手を体の横に、真横に、走れで出します。で、前を通っていきます。高速の帝国、右まで行きます。歌劇団で下ろします。今度は左手です。右に出します。2回出します。うなれ、衝撃ので前へ行きます。はい、今度は右手と左手交互に前に出します。帝国歌劇団でございます。これだけなんですね。はい、実に簡単。でもう1回だけやっておきましょうか。参ります。走れ高速の帝国歌劇団、うなれ衝撃の帝国歌劇団、はい、ありがとうございます。これを覚えていただいて、今からだいたい3時間21分後ぐらいにやっていただくことになるかと思いますけれども、はい、あの休憩時間のうちにあのおさらいしておいてください。おさらいするんだ。はい、それからお2階のお客様、申し訳ございませんが、ちょっと お立ちになるのはご遠慮いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。何なのこれ、なんでこんなとこ出てくるの。これ前説、前説、前説だよ。はぁ、一度やってみたかったんだよ。やらなくていいから。それでは、よかった。
から。スタート。これはこれは、いっぱいのお客様で嬉しい。ちょっと高い場所から失礼します。携帯電話、電源切ってください。掛け声声援、結構嬉しい。でもここは劇場、一人でテレビ見てるわけじゃないから。おしゃべりは禁止でお願いします。これは劇場。
私たちは踊り子、可愛らしい踊り子、今宵も皆様の笑顔が見たくて、ジャズにラテンにワルツを踊ります。ああ、私たちバラ組もやっと花組さんの本公演に可愛い踊り子として出ることができましたね、琴音さん。そうよね、私たちは可愛い踊り子なのよね。はい。でも嬉しいわね、はい、10周年ですものね、はい、あ、でも私たちは2年目からだから正確には9周年ってことかしら。そうですね、2年目の翼からでしたからね。そうよね。あ、ま、ちょっと邪魔ですか。邪魔なの。そうよね、でも相変わらずこの砂漠の前でね、転換のこの伸ばしかがりっていうのかな、なんか寂しい。ねえねえ、ところでさ、ところでさ、はい、聞きましょう、はい、このわさ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 してるのこれ何。あ、これバラ組ダンサーズです。バラ組ダンサーズ、はい、あの私たちのバックダンサーですよ。ペンコさんが選んでくれたんです、みんなを。ちょっと、誰一人バレリーナ体型じゃないじゃないのよ。どういう基準で選んだの。そうですね。あれ、え、この人ってさ、前なんか優作とかっていう役で出てなかった。なんじゃこりゃ。似てますね。似てるだけかしらね、はい、気のせいかしらね。ツンツンなんて元気いいみたいな。でもさ、はい、なんだかんだこう見たら悪趣味よね。私たちは踊り子、可愛らしい踊り子、ラタタ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 タタ、はい。でも演歌にしか見えないのよね。大丈夫かしら、はい、ただいまより花組レビュー賞モダンジャパネスク全5景を上演いたします。Thank you.
戻ると約束をしてあれから2年。今日戻るのか、明日戻るのか。私は毎日こうして海を見つめている。外国語の息
中でジャケット代わりに買った一掛け気まぐれな愛を追いかけ寂しい渡り鳥私がもう一曲歌いましょう。ジョニー・デッパは地球温暖化を防ぎます。あれ？Thank you.
母上様、ご無沙汰しています。今月の興行も好評のうちに無事幕を下ろすことができました。海軍から大帝国劇場に赴任した当初は戸惑うことばかりの私でしたが、近頃ずっと舞台作りの面白さが分かるようになりました。書かれたセリフ、ハリボテのセット、舞台は全て空元です。けれど役者や裏方、舞台に関わる人々がそこに魂を込めることで空元の世界が生き生きと動き出すのです。逆にどんなに上辺を飾り立てても人の心が通わない舞台は空虚です。大帝国劇場のみんなはそれを知っています。だから日々の努力を決して怠らないのです。お疲れ半でした。ああ、お疲れ半でした。可愛かったで、お疲れ半。あ、大神半いませんでした。支配人、はいな。支配人見たか。いや、見てないですけど。見てないです。あ、おきに。あ、そこの光半、その松葉杖どないです。最高です。あ、よかった。それ紅とかげんとき作ったんや。取っといてよかった。気付けてな。お疲れ半でした。支配人、大神支配人、ここだ。あ、そこやった。客席に降りてどないしたん？お客様の忘れ物や落とし物がないか見ていたんだ。こういうのも支配人の仕事だ。お疲れ浜です。いやー、今回も超満員やった。嬉しいな。そうだね、裏も大変だったの。うん、おお、皆さんお疲れ様です。ご苦労さんやな。かもみかったで、はい、楽しかったです。あ、そうやな。お疲れ様です。ご苦労様。気をつけてな。シャマク下ろしたいね。あ、ないな。やる、シャマクどうぞ。はい、シャマク降りまーす。コーランもご苦労様。あ、いやいや、うちはショーに出るより裏の仕事してる方が楽しい。そうかい。あ、そういえば何か用かい。あ、そうやった。楓さん知りまへん。楓さんは米田さんと急な用事で外出したよ。あ、そっか。そしたら来月の演目やけど、愛ゆえにの再演に決めたはずだけど。それや、その再演なんやけど、ただの再演やったらつまらんやないの、うん、それでや、最後のマリア班とさくら班の歌な、あの愛ゆえに心張り裂けっちゅうの、あれ新曲にしたらどうやろ。でも主題歌を変えるってのはどうだろう。イメージを残したまま変えるんや。やはり前の舞台の印象があるだろう。舞台は生き物や、変わっていくもんや。常に新しい何かが必要やと思う。主題歌を変えることで役者の気持ちを新鮮なものにしようというのがコーランの狙いかい？いや、そこまでは言ってへんわ。愛ゆえにはさくら君の初舞台だったね。そりゃあ、ういういしかったな。けどそのさくら班かて今やセンターに立つ花形女優や。せやからこそ違う愛ゆえにならないかんのや。わかった。至急検討しよう。おきに。お疲れ様。はい。舞台は役者のもんや。けど役者を輝かせるんは裏方や。その裏方が役者に惚れて惚れて一生懸命働くから舞台は輝くんや。実験である。それが効果的であったことは認める。だが
その霊的防衛において強力な霊力を持った少女たちをこの先も制御できるものなのか、帝国歌劇団花組が怪物となることはないのだろうか。制御するとかしないとかそんなことではないでしょう。花組はずっと帝都とそこに暮らす人々の平和を守ってきたじゃありませんか。彼女たちは怪物なんかじゃありません。彼女たちは人間です。こんなとこでみんなとっくに上がりましたよ。皆さんにお疲れ様言わなくちゃって。よしてください。そんな真似はいいこぶっちゃいけませんよ。そんなんじゃありません。役者も裏方さんもみんなで舞台作ってるんだって支配人に教えられました。ですから偉い。いやさすがだね。やっぱ言うことが一味違うわな。さくらさん、はい、今回のバニーとびっきりよかったっすよ。なあ岩さん。なんだよ素直じゃねえな。もうついわし方もね褒めたところなんですよ。新しい魅力が出てたなっつって。ありがとうございます。さくらさん、はい、次の新愛ゆえにも頑張ってください。
期待してますから。頑張ります。じゃあ、俺たちで最後なんで、楽屋の方にどうぞ。はい、失礼します。お疲れ様でした。いやー、いい女優さんじゃねえの。岩さん、俺たちは拍手をもらえねえ。はい、俺たちで切符が売れるわけじゃねえ。お客さんは役者を見に来てる。なことは百も承知だよ。けどな、自分一人で舞台やってるなんて役者はどんなに素晴らしくてもいつかメッキが剥がれるのさ。そういう役者を一平見てきた。ああ、そうだな。けどな、あの子はいい。ありゃ本物のスターになるぜ。ああ、岩本、上原、お親方、お前ら片付け済んだのかよ。まだです。バカ野郎、口動かす前に手を動かせ。手を、手を、はい、手を動かせ。はい、オケピで指揮をしている浩平先生。正解。イエーイ、イエーイ、浩平先生。バカ野郎、バカ野郎、バカ野郎、たくネタかよ本当に。お前らな、最近ちょっと仕事に慣れてきたと思ってずいぶん偉そうな口聞いてたじゃないか。何が本物のスターになるぜ。バカ野郎、いいか、スターさんってのはな、天が授けた才能だ。ひとたびスターさんが舞台の上で輝けば、その命を舞台に捧げなくちゃいけねえ。俺たちとは立ってる場所が違うんで、軽々しい口聞くんじゃねえ。分かったか。はい、分かりゃいいんだよ。俺もちょっときつく言いすぎて。気にすんなよ、バカ野郎。お前ら本当、まあいいや。ほらよ、はいよ、ほらよ、はいよ、ほらよ、ほらよ、やった。違う、ほら、なんですか。小遣いだよ、小遣い。ちょっと、なんだ、小遣い。それでな、たまにはうまい酒でも飲んでこいや。 ありがとうございます。あ、親方、うん、たまには一緒にどうですか。いいよ、誘わなくて。でも悪いよ。だってだってじゃねえっつの。俺はな、それから埼玉の方にちょっと材料の仕入れ行って、その後床屋に寄るからよ。床屋、床屋。後のことよろしく頼んだぞ。あ、泊まりになるかもしれねえから。お疲れさ。親方、だって床屋って切る気ないよ。ねえ、だって親方、だって親方、ほら髪の毛こんな頭してんのに、毛なんか一分もないのに。なんてどう。上原君、落ち着いて。はい、大丈夫、落ち着いた。落ち着いた。よかった。じゃあ向こう戻ろっか。ちょっと待って、そっちには行かないで。なんで。舞台にはいろいろな事情があるんです。事情。はい、だからほら、この出っ張りにいましょう。僕はこの出っ張りが好きだから。なるほど、分かったよ。じゃあ出っ張りについて一杯どうすか。出っ張りについて一杯。お前いつも一杯じゃ済まねえだろ。だったら10杯でも100杯でも出っ張りについてだったら飲みますよ。バカ野郎、仕事が先だ。へいへい、わかりましたよ。日が昇るように。おいおい、花ばっかりかよ。なんか食えるもんねえのかな。ように、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 ように。今日もここがうまくいかなかった。そんなことないよ、上手に歌えてたよ。ほんと？ほんと、ほんとにほんと？ほんとにほんと。やったー。あれ、金魚さんがぐったりしてる。あー、その金魚もうダメかもしんねえな。いやだ。金魚さん、ちょっと待ってね。命を輝け。うわっ、びっくりした。おい、金魚元気になりやがったよ。よかったな、お前。あ、だけどアイリス、その力あんまり使っちゃダメだよ。アイリスの命を削っちゃうよ。これくらいなら大丈夫。へえ、恐れ入ったね。失礼します。お疲れ様です。今日のアイリスどうだった。すごく大人っぽくて素敵な卑弥呼でしたよ。あ、差し入れたくさん届いてますよ。こちらに置きますね。ご苦労様。はい、今回も超満員でした。当日券も完売です。立ち見も出てます。ありがてえことな。あ、マリアさん、これ差し入れのお酒です。ありがとう。本当に
レモンティーヌ。マリアさん命ですので一度これをやってみようって機会を伺ってたらしいんです。そうなの、ありがとう椿。でも私こういう遊び好きよ。大丈夫、しょうがありませんわね。はい、これ何ですの。お寿司のガリは。だからしょうがあるだろう。いやいやいや、バカって。はい、行きましょう。しっかり立って歩くのよ。私も死んでもいい。あ、皆さん、ありがとう。あ、鼻血。はい、お疲れ半。おい、コーラン、お前今どっから出てきやがったんだよ。お前またヘンテコな装置作りやがったな。はいな、名付けて空間移動装置2号。並ぶと楽屋のロッカーつなげました。うわーすごいよ。階段使わなくていいんだね。これは便利かも、うん、バカバカしい。みんなで一緒に降りられないでしょ、そのロッカーじゃ。あ、ほんま改良やな。なあ、それアンジェラスだろ。これ早く食わねえとダメなんだよ。あかん、これはさくらはへの差し入れを預かってきたんや。そうなの。そうなの。猫ラン、舞台装置新しくしたでしょ。そや、歯車の素材を変えたんや。すごくスムーズになったね。わかるわかるよ。まあ、昔はよ、セットチェンジに手間取ってこう安定長かったもんな。そやろ、そやから機械を導入したんや。舞台装置は昔から人間が手で動かしとったけどな、毎日同じ作業を正確にやるんはやっぱり機械の方がええ。そうだね。でも全部機械にしちゃったのはちょっとな。もちろんそうや、機械はあくまで人間のサポート係。舞台に命を吹き込むのは人の心や。そうか、だから舞台は毎日新鮮な気持ちでやらなくちゃいけないんだね。ね、マリア。そうね。だからといって毎日デタラメなアドリブを言ったり間違いをしてもいいってことじゃございませんのよ、ガリカさんみたいに。ガリカさんってのはスミレ、てめえのことだろ。てめえだろ、きっかけのセリフ忘れてやり直したことあっただろ。あったあった、もう一度やりますわってやり直したんだよね。あれは一生の不覚ですわ。工房も筆の誤り、猿も木から落ちる、カッパの川流れ、天狗の飛び損ない、上手手から水が漏る。こんな時よ、織姫だったらさ、強引矢のごとしーなの夜しーなの夜よ。リオでジャネイロ、リオでジャネイロとかってな、わけわかんねえこと。織姫、どうしてイタリアに帰っちゃったの。すごくいい舞台の出演依頼があったんだって。でも織姫だって花組でしょ。もちろんだけど、花組も大事だけど自分のやりたいことだって大事でしょ。あのな、アイリス、人生ってのはいろいろなんだ。人それぞれみんな違うんだよ。それが人間ってもんなんだ。ほら、織姫はめちゃくちゃ人間らしくて自由なやつだろ。それがあいつの魅力じゃん。そうね、織姫は自由だからね。ああ、いいじゃんいいじゃん。あたいたち織姫と一緒にいっぱい舞台やったじゃん。その記憶は決してなくなることはねえんだよ。そりゃさ、あたいだって花組はずっとこのまま一緒に舞台をやっていたいって思うよ。けどそりゃ無理だろう。いつかきっと一人辞め、二人辞め、三人辞めよ。あら、ここに一度辞めて戻ってきたやつがいる。あら、じゃありませんわ。どうしても戻ってきてほしいと手をついてお願いなさったのは今野さん、あなたじゃございませんか。織姫がいないからすみれ、お前だけが頼りだ。お疲れ様でした。お疲れ様。だから私はこうして神崎重工の仕事を放り出し舞台に出てるんじゃありませんか。感謝こそされ、バカにされる覚えはございませんわ。ありがとうすみれ、感謝してるよ。しているよ。さくら着替えちゃったら。はい、さくらさん。はい、衣装をつけたまま掃除などもってのほかですわ。まずショーが終わったら衣装を脱ぐ。
あなた、女優失格ですわ。ガーン僕、片付けとくから着替えちゃったら。お願いします。さくら、気にすんな。はい。ガーン あれ、ファスナー引っかかっちゃった。えいっ、大丈夫？大丈夫です。スミレはさくらの天敵だね。スミレ、さくらはもう新人じゃないの。れっきとした女役のトップなの。さっきのような言い方はやめて。あら、そうでしたわよね。ごめん、遊ばせ。女役のストップさん。ま、次回新アイウェにで柱倒さないようにね。倒しません。スミレ、どひゃー。今回は特別に対談したあなたに出演をお願いしたけど、チームワークを乱すのなら考え直す必要があるわね。まあ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 、マリア、こいつの性格分かってんだろ。悔しいんだよ。うん、あのな、スミレ。なんですか？お前がその頭の上に乗っけてる水玉の布切れよ。それ衣装じゃなかったっけ？まあ嫌ですわ、カンナさん。これは衣装ではなく小道具ですわ。小道具だってよ。こんにちは。あ、ジマスケさん、お久しぶりです。こんにちは。あの、スミレさんいらっしゃいますかね。スミレなら、スミレさん、スミレさん。はい。あの、中華そばお持ちしました。あら、頼んだのは3時間も前ですわよ。あ、いや、その、いや、ショーに見とれてしまいましてね。ジマスケさん、岡持ち下げて舞台見てたん？え？あら、これは面目ね。いやいやいや、手前を忘れるほど面白かったんだよね。そう、それそれっすよ。なんていうんですかね、こうキラキラしててね、まるで天使が舞い降りたようで、もう夢のようでしたよ。あー、天使が舞ったよ。待って、てめえのことじゃねえと思うよ。なあなあなあ、紙芝居はどうしたんだよ。障害以外か。あー、それがいろいろとありましてね。皆さん、聞いていただけやすか。いいよ。実は私はもらわれっ子でしてね、船橋の漁師の家で育ちました。だが12歳の冬、その家に子供が生まれました。宿にも居心地が悪くなっちまいましたね。で、町へやってきた旅芸人一座にくっついて露天の人生が始まりました。今日は東川さんにし、そして行き着いた先が深川戸抜いた横丁。隣に住んでた紙芝居屋から道具一式買い取って、その日その時から紙芝居屋になりました。いや、それも5年とは続かず、秋に行ってしまったあのつば九郎さえ、ビュー、夏には帰ってくるだろうに。ユピー、私はその帰る故郷すらなくしちまったんでございます。なんでここから。男一匹国定中に赤身の山も日本ばおかぎの山も今夜おかぎ、生まれ故郷の国定村や縄張りを捨て、国を捨て、かわいい子分のてめえたちとも別れ別れになる門出だ。そういや、なんだか嫌に寂しい気がしやすぜ。日も西山に傾くようだ。おら、明日からどっちへ行こう。心の向くまま、足の向くまま、あても果てしもねえ旅へ立つのだ。加賀の国の住人小松五郎吉金が鍛えた技物、
万年だめの雪水に清めて、俺には生涯てめえという強い味方があったのだ。中華そばの屋台を始めたと、まあ、こういうわけなんです。これ結婚のお祝いですわ。そんなまあまあどうぞ。ありがとうございます。あ、そうだ、すみれさん、あのおそばね。ああ、もうおそばは結構ですよ。いやでも、じゃああたいがもらっとくよ。これいくらだ。あ、いやお代の方が結構でございます。いや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 、開店祝いだよ、取っとくよ。ありがとうございます、皆さん、いただくよ。あれ、どうしたことだ。先生の心の声が聞こえる。何、結婚祝いに一杯おごってやりてえな。いやそらなあ、すみれ、これ完全に伸びてるけど結構うまいよ。すみれ、お前これで前させたの祝儀やるためだろう。あら、私は庶民の中華そばも食べてみようかなと思って注文してみただけですわ。そっか、千葉助さん結婚したのか。羨ましい。いえ、さくらさん、あなたはきっといいお嫁さんになりますわよ。舞台にお立ちになるよりずっとお似合いですわ。お嫁になんか行きません。私は
ずっと帝国歌劇団として舞台に立ちます。わかってるよ、さくら。でも、いつかきっと客席から舞台を見るようになっちゃうんだろうな。そらしゃあないことやわ。いや、残酷なようやけど、時の流れには逆らえまへん。いくら霊力を持ってしても不老不死やない。不死身に見える後部下で寿命はあるや。うちらにも必ず終わりはあります。そんなこと分かってます、分かってるけど、言葉にしちゃいけないと思うんです。私たち舞台に立つ人間はずっと永遠に輝く存在として生きなくちゃいけないんです。消えてゆくから、儚いものだから、それだから不死身のようにいなくちゃ。不死身か。さくらの言ってることちょっとわかる。そうね、そういう気持ちで舞台に立たなくちゃね。はい。ああそうや、次の舞台装置裏方班と打ち合わせせな。よろしくね。はいな。よっしゃ。うわー、やっぱり光年の初めはすごいよ。そのうちさ、みんなを不死身にしちゃったりして。顔ね。なあさくら、これお前に来た差し入れのアンジェラスなんだけどよ、はい、これは不死身じゃねえから今食ってもいいかな。どうぞ。みんな、いいってよ。うまそう。いただきます。そういえば、マリアとさくらの主演って久しぶりだね。うん、怪人別荘以来だね。先月歌舞伎座で泉教会やってたね。ああ、怪人別荘もやっておりましたわよね。まああちらには赤ザメというお下品な役は出てきませんでしたけど。ああ、アンジェラすめえな。出せばいいのにね、赤ザメくん。え、もう一個食おうかな。まだ召し上がるんですの。ああ、食うよ。沖縄じゃね、うまいものはすぐ食えってこれ常識なんだよ。ああ、あたいもいつか甘いケーキになりてえな。え、カナさん、ケーキになりたいんですか？うん、だって乙女の夢だろ、ケーキになるってのがよ。ケーキ、ケーキ、ケーキ、甘い、甘いケーキ、私はケーキ。
こういうとこで言うもんじゃねえと思うんだけど。誰も聞いてないです。ここだけの話ですから。まあ、さくらさんかな。やっぱり私はさくらさん好きだからな。そっか、じゃあ今度さくらさんのブラマイドこっそり持ってきますね。あ、よろしく頼むよ。いいこと聞いちゃった。じゃあおかみさん、行きましょう。行こう行こう。あ、モグリにはさ、ちょっと話があるんだよ。悪いけど付き合ってくれ。あ、はい、わかりました。じゃあ悪いんだけど、先に行っててくれ。すぐに追いかけるから。はい。ビーフテキンショーチュ、ビーフテキンショーチュ。で、武田さん、改まって話だなんて一体どうしたんですか。ああ、いやな、モグリにはいろいろ世話になったからよ、一応挨拶しとこうと思ってさ。挨拶？ああ、あのさ、俺ブラジルに帰ることにしたんだよ。でもダンディだもん。やめた。辞表を出した。ギャングをやめるのに辞表がいるんですか。当たり前だろお前、何事もお前きっちりしなくちゃいけないんだよ。ああ、そうですか。あ、いた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 。で、ブラジルで何をするんですか。コーヒー農園やる。ちょこっと金も貯めたしよ。そりゃよかった。頑張ってくださいね。おお、頑張るよ。コーヒー財閥になってよ、いつか日本に凱旋するんだよ。そしたらよ、大帝国劇場貸し切りにしてやっからよ。はい、待ってます。うん、花組さんによろしくな。はい。おうおう、最後にモギリにプレゼントだよ。え、ベラベラブーチョーベラブーチョー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 。やばいよ、たくさんの思い出ありがとうな。アディオスアミーゴー。最後まで騒がしい人だ。大変です。どうした。これ武田の置き手紙です。置き手紙。はい。辞職願い。一身上の理由によりダンディ団を辞職いたします。ベロムーチョ武田トゥダンディボス様へ。下手な字だな。ボスよりマシです。すいません。で、どうします。どうするもこうするもねえだろ。辞めるってやつの首に縄つけて連れ戻したってろくなことはねえや。
みんな自分の夢を追いかけりゃいいんだよ。だけどよ、なかなか自分の夢なんてのは見つかるもんじゃねえ。あいつはダンディ団にいてやっと自分の夢見つけたんだ。よかったじゃねえか。そうですね。おう、よかったよかった。あ、ダンディさん。どうしたマサ。ちょっと大変なんですよ。今の警察で聞いてきたんですけども、何でもこれからギャング撲滅作戦を始めるとかで、この銀座の街からギャングを一掃してクリーンな街を作ろうっていう話らしいんですけど。なんだと勝手なこと言いやがってこら。あっじゃないです、警察が。西村。ボス、俺悔しいです。地元の安全は俺たちが守ってきたのに。警察って偉そうに鉄砲ぶら下げているけど、あいつらいざとなったら知らん顔するんですよ。所詮ギャングなんてのはお上のお目こぼしで、かろうじてお天道様を拝んでやられるんだ。そのお上がダメだって言ったらそれまでだ。それでいいんですか、ボスは。それで銀座も健全になっていいじゃねえか。健全な街なんてあるんですか。それ面白いですか。面白くねえだろうな。だけどよ、そろそろ俺たちも身の振り方考えるか。ボス、ポテト、さてと花組さんところに次回公演のチケットもらいに行ってくら。じゃあな。足は警察なんかよりもダンディーダンの皆さんにお願いする方がずっと安心なんですけどね。西村さん、この帝都を我が人造人間たちが制圧する。そして私の名前は後世に永久に刻まれるのだ。ふざけんな。この町はな、俺たちの町だ。好き勝手なことはさせねえ。面白い。歯向かう者に死を。花の命は短いけれど、
心に永遠に咲く仙台生まれの新宮寺桜。ここに帝国歌劇団花組参上。能楽器はそれだけか。やれ。10周年限定です。すごい、マリアさんと私が印刷されてる。
はい、ドロップといえば佐久間や。そして今回はですね、この TKD オリジナルのマグネットをおまけにつけます。これは絶対に買いですね、はい、さて気になるのがお値段ですけれども、今回は10種で大奮発しました。美味しいドロップがたくさん入っておまけもつけて、この記念モデル500円でどうや。安すぎる。私10個買います。お気に目指せ完売でございます。よろしくお願いします。では休憩は20分です。はい、じゃあ行きましょうか。はい、1、2、1、2。あ、さくらはん、はい、ドロップ占いやってまう。やりましょう。はい、あ、何が出るでしょうか。何色が出るかな。あ、お、ピンク。ピンク。うわ、恋愛運絶好調や。お待ちしています。